今ね韓国でセルフ写真館っていうのが流行ってるみたいで、まあ、日本にもちょくちょくこう上陸してきてはいるんですけど、そういうセルフ写真が撮れるところが。で、まあ、関西だと京都とか神戸とかにも今あるらしいんですけど、大阪にねこの度なんと初上陸したということで、ちょっとそれのモニター体験というかに行ってきました。プロユースの照明とかカメラが常設されてます。そのカメラのズームとかちょっと引いて撮りたいなっていうその調節は自分でできます。例えばこんな感じでアップで、でこんな感じで全身引きで撮ることも可能です。で撮影中、まあ、誰かに見られてたりとか他の人に見られながら撮るっていうことは一切なくて、その撮影ブースがあったら、その自分らがこう写真撮ってる横にパーテーションがあって、そこに区切られてて、その奥で、まあ、スタッフさんがいるとしたらその奥にいるので、完全に本当に自分たちの空間で楽しんで写真が撮れるっていう形になってます。で、撮影のモードなんですけど、カラーバージョンとモノクロバージョンと設定を変えて撮ることができます。私らの場合は最初からカラーで全部撮っといて、後で白黒に加工してあげました。まあ、そういう使い方もありかなと思います。で、あと更衣スペースが撮影ブースとは別のところにあるんですけど、何パターンか写真撮りたい場合は1種類目はこの服着て、で次ちょっとそこで着替えてこの服でもう一回撮りたいみたいなのもできます。私らも実際2種類ちょっと服装を持って行って撮ったんですけど、まあ、1個目はこういう赤青のちょっとパキッとした色合いで撮った写真で、2種類目がちょっと私が真っ黒で相方がちょっとクリーミーな色、ベージュ系の色で服装を決めて撮った写真。こんな感じで全然違うパターンの写真を撮れたりもするので、めっちゃ楽しかったですね。で、これがすごいいいなと思ったんですけど、iPhone ユーザーであれば、その撮影して撮った全部の写真を撮影直後にすぐもらえるんですよ、データ、エアドロップで。めっちゃそれすごいなと思って、エアドロップもすごいんですけど、すぐそのデータをもらえるっていうのもすごいいいなと思ったので、まあ、iPhone ユーザーの方はぜひおすすめです。例えば、まあ、撮影中に無音で撮るのってなんかこうちょっと緊張しちゃったりとかしがちやと思うんですけど、テンション上がる曲とかかけながらの方が多分楽しく写真撮れると思うんで、そういうのをスタジオ内にスピーカーがあって、そこに Bluetooth でつなげて自分で曲流せるんですよ。あと撮影ブースがどんな風になってるかっていうのをここに書きたいと思います。めっちゃ簡単な絵で申し訳ない。めちゃめちゃ簡単な絵なんですけど、こっち皆さんが今動画見てくれてる側がこう写真を撮ってると思ってもらって、カメラがこう向いてる感じですね。でここにこう三脚に立ったカメラがありまして、でこっちにめっちゃ大きい照明があります。すごい本格的な本当に照明です。光量半端なかったですね。でこのカメラの奥に全身鏡があるんですよ、これ。だから自分たちがどんなポーズ今してるかとか、どんなバランスで立ってるかみたいなことが全部この鏡で見れるので、すごくポージングしやすいなと思いました。でこのこっちの四角は大きいモニターがあって、そこにここで今撮った写真がすぐこっちにピンって表示されるようになってます。これもすごい良かったですね。でこのモニターのちょっと斜め前ぐらいに、今ちょっとこのホワイトボードに映ってるこのリングライト、わかりますか？リングライトの真ん中にこうスマホがピュッて挟めるスタンドがあるんですけど、それがここにあって、何に使えるかっていうと、これ自分らが撮影してるところをこのスマホから撮れるっていう。実際私撮ってたんですけどね、こんな感じで撮影の裏側みたいな感じで、記念に残すのも面白いなと思うので、このサービスもすごくいいなと思いました。こんな感じざっくりなんですけど、めっちゃ適当な絵で申し訳ないんですけど、箱馬さんのインスタの方に実際ちょっとどんな感じのセットかっていうのは写真ちょっと載ってたので、そちらを見てもらったらわかると思います。ざっくりこんな感じになってます。時間制限があります。一応まあ撮り放題ではあるんですけど、その時間内であればできればある程度その撮りたいイメージっていうのは固めておいていく方がいいんかなって思いました。で照明がね、さっきすごいでかいって言ったんですけど、この照明がで光量がすごく
大量にバーってやってくれて、肌のくすみとかも全部飛ばしてくれて、美肌に映るっていうのはあるんですけど、その分化粧とかもね結構薄く映りがちになるので、だいぶ化粧は濃くしていった方が顔ははっきり映るじゃないかなと思います。その辺女性の方はね特にしっかりめに化粧してぜひ挑んでください。なんやろ、なんか本当に、まあ、カメラマン私らその2人で写真撮ってもらうことって結構今まであったんですけど、まあ、カメラマンの人に見てもらいながらこう撮ってもらうっていうのも、まあ、それはそれですごくいいんですけど、やっぱり自分たちだけの空間で自分のタイミングで押せるっていうのは、誰かに撮ってもらうよりも何やろな、なんか素の感じが出しやすいっていうか、リラックスして撮れるというかな感じはするので、まあ、単純に楽しかったし、その撮ったこと自体がすごい思い出になるし、すごく良かったです。語彙力なさすぎてすごく良かったですしか言ってないような気がするんですけど、まあ、とりあえず本当に楽しかったですよ。まあそうやな、友達同士っていうのも記念としていいと思うし、もちろん恋人同士でとか、あと家族写真とかね、マタニティフォトだったりとか、ブライダルのフォトだったりとかっていうのに利用するのもすごいいいと思いますし、 SNS のプロフィール写真とか私らみたいにアーシャで使ったりとかっていうのも全然そういうのには持ってこいやと思います。まあ、この時代ね、そのどっかに旅行行ったりとかも気軽にできなくなってきたし、旅行とか行けば記念に写真撮ったりとかっていう機会はタイミングとかいっぱいあると思うんですけど、そういうのがなかったらなんかわざわざ写真撮ることも少なくなってきたんじゃないかなと思うんですけど、あえてやっぱこういう写真館っていうところに行くことによって、誰かに撮られるっていうことがない分ちょっと気軽に行けるっていうのもあると思うし、なんか遊び感覚でわちゃわちゃしながら撮れるので、ね、そういう何でもないけど記念に残せるっていうのもすごいいいなと思いましたね。関西にお住まいの方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。PR みたいな動画になってますけど、別に箱馬さんに頼まれて撮ってるわけじゃなくて、自分で勝手に本当に楽しくていいなと思ったんで撮ってますって感じですかね。ちょっといろいろ喋りすぎましたけど、ではまた次回モアでなんかすると思うので動画見てください。じゃあまたいつか動画でお会いしましょう。さよなら。